Kenneth.今始まったことだ。19番の前に似たシネアが出てるんでしょ。パスばっかりするんだけど、みんないつもあれがあんまり効果ないので。日本語だから大丈夫だね。
つながってる、つながってる。ねえ。キーパーに足でパスしちゃダメなんだ。頭で自分の味方にね。
ヘッドとかだったらいいんだけど、それは初心者的なミスだけど、あと違うみたい、その前になんかファールがあったみたい、うん、違う違う、その前に相手のファイルがあったからやったんだけど、攻められてるね。
ろうと思う。
足が速かったよね、ちゃんとね、追いついて。息子は全然球に絡んでねえな。息子いつもやられなかった。あっ、背中に見つけた。兄さんの背中に見せた。危ない危ないボールが。33って誰？ジョーンズ？兄さんがよく触ってる。
入っていったコーナーの後ろにこぼれ球を決めるチャンスがあるかも。8番で誰だろうね。ね、変わったね。おお、変わったね。あ、じゃあ怪我組なんだな。今見たことない。まあじゃない。ああ惜しい。あクロスだ。ボールどこ行った。
そう。マスしないの、センターバック。彼しかいない。まあ出たまた。またからされたよ。と思った。足が痛いの分かってない。あんま走ってないもんね。
か分かんない。5分だけ出せ。京都がね、楽勝で3点ぐらい入ったら。出たでしょ。そうなんだよ。ダメなんだよね。何番？1番見たことないね。
Thank you.
Come on! Come on. Draw!
難しい。確かに JB いいとこだね。
3本出たよ。
2番はいた。2番4年生。うん。さんもいんの？いないか。8番か。6番入ってないからね。スコアを入れとくんだプロだからな。何だと思うの、ね、ビデオはうまいんだ。負けたっぽい。左キック。走った。まあ惜しかったね。シュート打つようになってる。軽くんだけど、ほぼ。左足だから。あれ決まったヒーローなのかな。120
2時間だったからね。ああ、もう行け。どっちゃんさんも3回分か、行かなきゃいけないからな。負けたっぽい、敵喜んでるもんね。なんかそんな気がするけど、もうまた息子が前に出てるぞ。8番だ。4点だな、もう。誰？ゴンはもう十分だろ。もういいんだよ。もういいんだ。知らん。
Come on!
まあ、はは。